去年10月、県内に甚大な被害をもたらした台風19号の上陸から今日で8ヶ月です。この台風で浸水被害を受け休業していた郡山市の駄菓子店が昨日営業を再開し、店内には待ちわびていた子どもたちの笑顔があふれました。郡山市で長年地域の方に愛されてきたこちらのお店、台風19号では大きな被害を受けましたが、再開の日を迎えました。郡山市田村町で50年以上続く駄菓子店、岩田商店。店主の岩田けさ子さん、74歳は、昨日8ヶ月ぶりに長年大切にしてきた店を再開しました。岩田商店は去年10月に発生した台風19号で、近くを流れる阿武隈川などが氾濫し、1メートル90センチの高さまで浸水する被害を受けました。店舗には大量の土砂が流れ込み、連日ボランティアなどによる片付け作業が行われました。あの時ね、もう絶望して、もうダメだって思ったのに、今こういう気持ちになれてるっていうことは、やっぱみんなのね、お手伝いのおかげだなって。とにかくボランティアさんはすごかったですよ、毎日毎日。ありがたいですね。あれから8ヶ月、店の復旧工事がようやく完了し、岩田商店は再開の日を迎えました。店にはこの日を待ちわびていた近所の子どもたちが多く訪れました。とても嬉しい。お菓子もいっぱい買えるし、美味しいから。いっぱい駄菓子が買えて、くじも面白いところですし。久しぶりに見る子どもたちの笑顔に、岩田さんの胸も思わず熱くなります。もう、なんていうか胸いっぱいですね。みんなの笑顔を入れて。よかったです。やってよかったなと思ってます。全国から駆けつけたボランティア。そして地域の人たちに支えられながら、岩田さんの新たな一歩がここから始まります。大学生も来るし、ちびっこも来るし、じいちゃんばあちゃんも来るし、みんなが集まれる場所、それをそのようにやっていきたいなと思いますね。子どもたち嬉しそうでしたね。いや、本当そうですね。私も懐かしいなと思いました。ぜひ行ってみたいと思いました。